はい、皆さんこんにちは、ハチでございます。ハチハチザンルドやっていきましょう。ちょっと待ってね、ここに道があるはずなんだけど、どういうこと？え？これ私思ってたとこと違う。わかりました、こっちですね。私がさっきこっちから出てると思ったんですが、こっちですね。でこれが多分10に行くあれかな、ような気がしてきました。あ、じゃあ逆に言うとね、近いんですよ、めちゃくちゃ。じゃあこれラッキーなのかな。さあ、じゃああとはこの料理をどうしていくかですね。いやー、なんか飛んできてる。もうダメだ、これ避けられない。4200。ね、彼はダケーションさん。どんな特徴を持ってるんだろうね。ちょっと待ってくださいね。デケーション、生命力10万、そうですね。出現数は必ず5匹です。全部が、4回とも5匹です。攻撃力は少ない、5万ですね。ただ魔法攻撃2万5000で結構な感じですけど、でもまあ、それぐらいのダメージだったら、まあまあ、ああ、キーくれる、キー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 、ああ、キーじゃない、キーキーキーペンダントですね。ちょっとモンキー入った感じがしましたけど、まあ、くだらないことはこれぐらいにしときまして、よいしょ、鍵くれるのか、うわ、怖い怖い。鍵、この宝箱越しに、キャーと。これはいい勝負できるよ。はい、鍵手に入りました。でこれでね、私がもう一度おさらいしましょう。これでそのまま素直に落ちれば1の塔に行けます。あ、一遍入ってる塔ですね。そこに行ってシルバードラゴン倒せたら、もう主君選手で、主君選手もんですよ。これ何？ボルトっていうぐらいだからビリビリくんのかな。ちょっと見てみましょう。カルマモンスターは大丈夫かな。うん、1から9出現数ね。うわ、武器攻撃力とんでもないわこれ。これ絶対接触しちゃダメだ。しかもポーションだから、ポーションゴールドだから、もうこれ全部魔法だ。ま、間に合うか。指がもうめちゃくちゃ緊張してる。間違わないように。あ、おおおお、50万です、攻撃力。これ多分、一発殴られたら昇天しちゃうかもわかんないね。そんなうろちょろしないで。あ、いった。これだけね、こんな敵倒してやっとの思いで出てポーションだったら、もうちょっとリセットだね。さあ、で彼はなんかじーっとしてんだけど、じーっとしてからちょっと見に行こうか。ガレブ・デューバ、読めないね。ああ、攻撃15万。まあ、さっきより全然マシなんですけど、さっきのボルトって見た割には15万ってとんでもないな。出現数1から4、1から5、1から6、1から3。あ、全部停止だね。ランプ。経験値1150。あ、これ殴るのどうだろう。心配なのはそこだね。うわ、29万。まあまあ、これで2発でやっつけるからいいけどね。ということは1発当ててて、リスクを減らして、あ、いけたわ。あ、並んできた、また魔法がね。
で、お、何今上から折ってきたよ面白いなこれ。ファルコムさんちょっとこういうとこはね、どうしよう、でもやっぱりね、うん、今はいいです。うわぁちょっと待って、ちょこれいけない？え、なんか手順ある？ああ鍵かこれも。あ、でも私ここ鍵開けてるよね。帰りに開けたのか。あー、行きは開けてないんだ。あー、なるほどな。もう覚えてないよね。こんな登れないんだよね、ここね。登れない。で、回り込まないといけないんでね。あー、うん、記憶あるもんね、ここ。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。私、すんなり行けると思ったんだけど。え、これ鍵、開けてるわ、私。おお何これ、イクセチェル、こんなにいっぱいいたあれ、私撮ってるみたいですよね、ここね。村雨撮った時ね。あー、いや、武器攻撃力大したことないけど、うわ、魔法がえげつない。ティルト5万、ペンダント、ファイアクリスタル、マジッククローブ。マジックグローブって言ったらもうどうしようもないな、これ。逃げれる？逃げれない。あ、でも逃げれるか、ここで。あ、逃げれる？いや、逃げれない。あ、逃げれるか。あ、逃げれた。あ、逃げれた、逃げれた。これだけだね。これ殴らせたら絶対ダメだから。怖い怖い。ほんとこれ多分殴られたら昇天しちゃうと思います。おおちょっとちょっと、ああ、でもこれまたポーションで毒だから、どうしようかな。よし、これでいけるね。二つもね、曲がりから曲がらなくていいんで。ちなみにこの背景の色ね、これレベルの可能性高いですね。というのも、参考サイト、攻略サイトの方がこの色になってます。なので、背景とかこのね、枠がね、枠の色が変わったって私言ったと思うんですが、この色になってんので。あ、ほんまですわ。うん。あ、ということは、あ、いや、シルバードラゴンのところでこの色になってるから、私ひょっとしたらシルバードラゴンやっつける権利が得たのかもしんないね困った。いや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 、ちょっと魔法唱えられると厄介なんだよね。ほら、いきなり撃ってくるもんあ、乗れた。いやいやいや、せっかく乗せてくれたんだから。え？うわぁ、あ、隣にあれがいる。おぉ、ちょっとこれ、こうするしかないね。ああ、せっかく、おぉ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 、せっかく動いたのに。おし、これ倒さないとダメだね。ちなみにこの人、この人は4回とも倒していいんだよね。ギャラ、もうね、記憶が揮発しちゃうんで許してくださいね、これね。あ、ランプ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 だからいいわ。さあ、え？お、ちょっと待って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 、エリクサー？ちょっと待って、ちょっと待って、今9万くらったよね。武器攻撃力15万で9万くらったということは、ボルト、これの3倍以上あるんで27万くらうのか、やつからは。あ、しかも私これ一発撃っとかないとって言ってたんだ。ちょっとエリクサーの数見ましょう。4つもあるから行くか。おお、ちょっと殴って一撃で死ななかった。あ、でもこれ仕方がないね。うん
配信。おお、今度、あ、お、彼らはオティなんとか、もう覚えきれない、見てるはずなんだけど、あ、レッドポーションだ、これはいい人だ、いい人だからやらないと。魔法ばっかりあげてどうすんのってなりそうですけど、これ、ああ怖っ、これね、本当にレベル16までいけんの、不思議で仕方がないんだけど、私、ああ怖っ、レッドポーション持ってるから絶対殴りで仕留めないといけませんね。下手するともう逆転するんですよね。あー逆転してるわ、経験値が。やっぱ殴ってもいかないといけませんね。でも殴っていいのは攻撃力の弱い敵。9万くらったら、あーやー、また追ってくる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってねと。で、ここで、いやもう恐ろしいわ、もう。で、ここで、あ、そうか、私デーモンドリング使ったのか、ここもう一回使うか。デーモンドリングはね、結構私持ってるはずなんです。デーモンドリング何番、あ、いやこれで見ても分かんない。 EI デーモンドリングは J です。あ、それは経験値。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 21個あるんでね、21個あるんでまた使いましょうか、やばければ。でもお時間の方も良くなってきてんですよね。おい、あっあれ、あ、そっか、ブラックオニキスできたからか。あー、そういうことか、鍵開けてなかったんだ。いう感じで行ったんだろう。じゃあ敵さんいなかったもんね。で、おお、これとんでもないよ、きっと。まあセーブしてないから、ちょっとこの後セーブしますけどね。お、嘘だろゴールドぐらい損しちゃった。だからこれでセーブしましょう。はあ、ちょっとあー、ちょっとごめんなさい。いい、私今マントル持ってんの。装備してんだ。あ、いや、パニックなってるわ。マントルってどれ？愛でしょ。 A B C D E F G H I、 あ、まだ7個あるか、よかった。いや、知らん間に使ってたと思ったらね。あ、でも今いけんのか。セーブしたので大丈夫だね。おっそろ、ああ、どうせこれ画面切り替えるとヒットまで回復しちゃうんだよね、敵さんね。そうか、
やっつけきってないので明かり作れないんだ。明かり使えないんだね。となると男女の中見てみましょうか。今私は、あ、もういい時間になっちゃったね。これ確か、あ、そうだ、攻略サイトの人もこれあれ使ってんね、デーモンズリングね。というわけでこの辺で終わっておきましょう。ハッピーシャー88ザナで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。